はい、皆さん、日照峠5合目かな、これやってきました。見てください、山々がですね白く、今朝ですね、上空を砂糖満載した飛行機が荷崩れを起こしたらしくてですね、山全体がこう白くなってるんですね。まあ、遠くの山も白いですけどね、大量の砂糖がばらまかれてね、このようにこう砂糖がいっぱい落ちてるんですね。この砂糖はなんか知らないんですけども、すごく硬い、そして重たい、濡れてる、氷砂糖ってやつかな。ちょっと食べてみましょうかね。なんかこの氷砂糖、氷みたいな味がしますね。北海道の砂糖は甘くないんだな。頑張ってここまで登ってきましたよ、 SFK。 もうね、もうすれ違う車からの目線とかね、僕をこう通り過ぎる車の目線とかが痛い。路面がですね、今わざとこう日陰で撮ってるんですけども、路面がこう濡れてますよね。これ濡れてる、濡れてる、濡れ濡れ濡れてる、濡れてる濡れてる。これは濡れてるので凍結してますね。車が走ってるところはある程度平気なんですけど、溶けてるなら大丈夫だなと思ったって、今みたいに氷が混ざってます。はい、で道路の方ね、出てみようと思いますね。中央線あります。もうここの辺までは上がってこれたんですけど、これほら完全に凍ってますね。日向の方に出てきて、日が当たってるところはですね割と平気そうなんですけど、日が当たってるところでも、これ凍ってますね。これね、こういう隙間でカチカチ来てますね。はい、じゃあそこもこれがね濡れてますけども、この隙間、これ全部氷ですね。はい、これも氷ですね。すごい。で、まだまだ登ります。道はね、僕が登るって意味じゃないですよ。まだまだ登っていくようですけども、実際昨日からですね、日照峠行くって言ってたのは振りです、ネタの。本当に、本当にこう、こんなね、こう凍ってますからね、ここね。本気で超える気はないです。はい、本気で超える気はないです。何が、伝えたかったかっていうと、怪しいなって思ったら、まだいけるだろう、まだいけるだろうと思ってですね、こう、登っていってしまうと、このようにこう、溶けてるからいけるだろうっていうふうに見えるところにも、結構こう、隙間とかが凍ってるんですよね。で、そこをですね、分からずに、分かってても、まだいけるだろう、まだいけるだろうと言ってしまうとですね、タイヤで許容できない範囲の氷が一瞬張ってただけで、10センチ×10センチぐらい張ってるだけでですね、思いっきり転倒してこけますからね。転倒してこけてしまうと、カメラつけっぱだ。転倒してこけてしまうとですね、いくらこの頑丈なエンジンガードのついてる SFK といえどもですね、ただでは済まないでしょう。その前に人間がただで済まない。はい。で、そういう時はですね、こういうふうにバイクを一旦止めて、路面をよく見てですね、じっくり考えてっていうか、そう、ダメだなっていう要素が見つかったらですね、素直に引き返す。はい。それも勇気。てかトラックがバンバン飛ばすんですわ。すごいな。めっちゃすごいスピード出しますよ。本当ね、めっちゃ飛ばしてると思う。すごいっすよ。自衛隊はゆっくりですけど、めっちゃ飛ばすトラックが。結構なスピードで行く。タイヤがね、4個も12個もついてるような車ですからね、大丈夫ですけども。はい。というわけで、ここから引き返してですね、清水インターから高速道路に乗って、向かおうと思います。結構な交通量なんだよな。だからこの辺までは登ってこれたけども。はい。そんなわけで、皆さんも注意してくださいね。行きたいな、この道楽しそうな、綺麗だなっていうのは、僕も非常に分かりますし、どうしてもこう行きたい気持ちはあるんですけど、それをぐっと抑えて、引き返して安全なルートを通ればですね、10月の北海道で雪が降ったとしても、雪です、すいません、もう認めます、雪が降ったとしても目的地にたどり着くことができます。はい。しかしすごいよな、本当に雪降っちゃった。